皆さんこんにちは。本日はフォーカス M サードシーズン第1回戦第2回戦の模様をお届けしてまいります。実況を務めます大和です。よろしくお願いします。そして解説には藤島健次郎が務めます。藤島プロよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。このフォーカス M とは M リーグに照準を合わせ切磋琢磨するプロ雀士とこの企画に賛同する特別参加選手による真剣勝負のリーグ戦です。それでは1回戦の出場選手を紹介していきましょう。はい、画面の方が出ましたね。はい、まずは中田香奈、そして近藤久春、魚谷優美、一つ井真也。はい、以上の4名で1回戦2回戦を戦っていただきます。それでは対局の準備は整っているようです。フォーカス M サードシーズン1回戦当杯の開始です。さあ改めまして並びから見ていきたいと思います。ちいちゃより中田、なんちゃに近藤、しゃーちゃに魚谷、ペイちゃに一ついの並びでスタートしております。トン一曲ドラはウーソーです。はい、というわけで藤島さん、はい、本日はよろしくお願いします。はい、お願いします。さあいよいよ始まりました。そうですね、サードシーズン、はい、サードシーズンまで来ました。はい、今日から始まります。はい、今期も私実況させていただくことになりましたので、改めてよろしくお願いします。はい、改めてよろしくお願いします。さあというわけで、まずこの4名の対局なんですけれども、はい、この4名はセカンドシーズンでは全員プラスで、2位5位10位13位と。はい、そうですね、好調だった方々が今日はたまたまなんですけど、はい、揃いましたよね。この4名とは藤島さんは対局の方されました？近藤さんと一つ井さんと1回ずつやりましたかね。はい、やりましたか。はい、どうだったでしょうか。いや好調そうでしたね。いや強そうでしたよね。強そうでした。強かったですか。強かったです。そうですね、うん、まあまあ一つ井さんトップ取られたかな。近藤さんにもなんか高い手打った記憶がありますね。あとは、まあ、中田以外は、まあ、みんな A2 リーグで鳳凰戦の同卓というか、あ、そうか、3人同じリーグだった。そうですね、そういえば、はい、そこら辺と、はい、そのリーグ戦とフォーカス M ではやはり打ち方や思考の違いなどっていうのは、まあ、自分も含めて感じるところありましたか？いや、それはありますよね。ただ今日の4名は割とこう、はい、このルールもなんだろう、慣れてるというか対応できる方々揃ってますよね。なるほど。まあ、特に宇谷さんはね、はい、M リーガーなんで。そうですね、あの前回もね途中まで首位にいたりしたんで、はい、こう、まあ、うち慣れてるって言ったら、まあ、当然なんですけど、はい、まあ、よく分かってますよね。うーん、でもちろん近藤さんなんかもこう公式ルール の、はい、あのイメージは強いですけど。そうですね、やっぱり こっちも強いですよね。まあ、こっちもね、はい、こっちも強いですよね。あ、中田さんがチートイドテンパイが入りました。はい、トンタンキの闇天、闇天だと出てきそうなトン1枚ぐらいは、まあ、このルールなんでね、はい、自敗のこうトン その重さがちょっと違うんで、はいはい、まあ、ションパイなんですけど、はい、親のね中田さん の見え方ですよ、川の、はいはい、ちょっとこれリーチだと打ってもらえない、ね、そうですね、感じなんで、はい、それを嫌ってのやめてんって感じはしますけどね。はい、そうですね、一つ井さんドラドラですね。はい、ドラドラ、地風のペー統一ですね。ちなみに大谷さんもいいシャンテンでしたね。はい、そうですね、三色のいいシャンテン、三色含みでしたね。はい、ただこれトーン余ってる人がね2人いるんですよね。そうですね、近藤さんの手に1枚、はい、一つ井さんの手にも1枚あるんで、どうでしょうかね。スピード的にはちょっともう受けてますよね。いや受けてんすよ、前順からペンチアンとやつ払って、はい、そうですね、自敗を打たずにやって、はい、やっぱり中津さんの皮にね警戒が入ってると思うんですよね。まあイーソーも3枚切れですからね、両面落としていきましたね。ここでさあ中田はトンタン機で続行、ああもう完全ですね。うん、もうどんな未練も残さないと。実際中瀬さんのカーがこうチート率なんですけど、はい、ソーズとマンズがバラ切りされた後に最終手出しがね、はい、ピンズのウーピンなんで、やっぱり面本、さらに言うと5が余ってることで、はい、やっぱり面本チートまでやっぱり警戒はする川にはなってますよね。そうですね、
さあ一つは逆にトンが勝負牌くらいでですかね。でも今ターツ払いましたね、はい、ここは序盤丁寧な打ち回しの、あ、このトン、あ、ね、トンがここは打ち出されます。中田の上がりになります。チートイツ2400の上がり。まずは中田の先制の上がり、親番が連チャンです。トン一曲一本場、ドラはスーピンです。さあこのフォーカス M なんですけれども、M リーグルールで行われております。一発裏ドラ赤牌が入っております。80分プラス1曲、はい、こちらの方でお送りしております。さあ2400点のまず加点なんですけれども、はい、そんなにこのフォーカス M っていうのはセーフティーリードってないですよね。ないんですよね。2万点くらい勝っててもまくられちゃうっていうパターンも多々セカンドシーズンではあったわけなんですけれども、まあ、だからね、その順位点はもちろん普段の公式ルールよりかは大きいルールではあるんですけどね、はい、まあ、各選手ね、その辺のこう折り合いのつけ方がこう違う、うんうんうん、それでも違うんですよね、やっぱり、うん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 、その辺は結構なんか見てて面白いなってとこはありますけどね、うん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 、さあ近藤の手が赤のチャンスで、うん、トンが統一6ブロックにしましたか。はい、白をあんこにしたのは一ついです。一ついも赤ウソを1枚、ドラ受けのターツもある。そして中田はドラが1枚ポツリと浮いている。さあこれで横に広げていくか、うん、3ピン2ピンしましたね、はい、E ピンが3枚切れてたのが大きかったですかね今の。なるほど。さあ自家勢のペーも重ねた一つい。さあそのトンをポンしてこれでイーシャンテン。さあ一ついはいいんじゃないですか。そうですね、はい、さあスーはもうポンテンでスチーピン、スーピンだとマンガの手、うん、さあまずテンパイを入れたのは近藤。さあ目いっぱいならばウーピンあたりでしょうか。ウーピンですね、はい、はい、さあ親番の中田スーピンは当たり牌。さあ大谷もウーピンはいいですね、うん、スチーピン現状4枚、はい、もうこれ手変わんないですからね、近藤さんの手は。さあチーピンを積もりました。ここは近藤の上がり、トン赤赤、1200は1100、2100の上がりとなります、はい、さあ曲は進んでいきます。トン2曲、ドラは3万です。さあ近藤は、まあ、セカンドシーズンでは 428.2 ポイントと、いやすごいですよね、はい、まあ、はい、打ジャン数がね12回なんですよ ね、 すね、はい、結構こうアベレージ的にはもう驚異的でしたよね。驚異的ですよね。ラス引いてないぐらい、引いてないんじゃないかと。いやすごい、はい、まあ、優勝の滝沢さんがね、32回打ってることを考えると、ね、はい、まあ、実質優勝みたいなもんですね。そうですよね。そんなこの赤襟でも強さを発揮している。いやすごかったですよ、はい、順位点だけじゃなくて、ね、その点もだいぶ稼いでましたからね、はい、うん、まあ、本人は先ほど聞いたら、まあ、ついてただけだよっていうふうに謙遜なさっていましたけれども、いやまあそう、さっきののね、なんかトン1曲もね、はい、トン打たずにやめてるとことかも見れてるんで、うん、やっぱり攻めだけじゃないですよ ね、 そうですよね、やっぱり、うん、メリハリみたいなのが、うん、ちゃんとその守備力があるんで、うん、はい、攻撃もちゃんとこうできるみたいな、ね、とかやっぱ見て取れますよね、はい、さあその親番の近藤の手配です。こちらは魚谷、自家勢の難が統一。一つはパーソーを重ねてパワー打ち。さあそして中田もいいシャンテンですね。そうですね。さあここから誰の手が進むんでしょうか。
さあ数万、これは嬉しい配下、トーンを打ち出していく。中田いいですね、完全インシャンテの形。まあ、ただウッパーワンがちょっと薄い。そうですね。で役が今のところない。ない。うんうん、さあ一つ横に伸びてきた。リャンマンですか。リャンマンですかね。はい、ここはリャンマン打ち。さあ初、これはションパイですね。ションパイの初を一旦これは。うん、チーソンがね一枚切れってことでウッパーソータツを決めましたね。はい。さあ大谷はカンチワン引き入れた。スーワンは。ドラ3ワンなので残しておくのか、うん、の上下の3色どっち見るかっていうところありますね、はい、一応下目を残した形ですね。さあウーマンアンコ、これは嬉しい、うん、でイシャンテンですね、はい、さあ今度これで両冠になったところで数ワン打ち目いっぱいしましたか、はい、ああ嬉しい。さあ初を切って、あ動きましたか、動きましたね。親の近藤がその初をポン、うん、ポンしてイシャンテン、はい。さあウッパーワンはあんまりいない、ここにあんこ、あそうですね、うん、さあ一つも形はまずまず、うん、中筋のローピンをまっすぐ押しましたね、はい、戦いそうですよね、手配的には。うわあ入れた、リャンウアンで追いついた、リャンウアンで追いついた。リャンウアンは場に2枚見えています。2万が残りはいるかな、残り1枚ですね、中田さんの1枚か、はい、じゃあ2枚残りですかね。あーウーマンが流れたってことは2万1枚と2万1枚しかないですね。8万はいるのかな、中田さんのウッパーワンの方はいない、パーワンないですね、はい、じゃあ中田さん今現状順から、はい、となるとこれは一つ、あと魚谷もイーシャンテンに復活してるんですよね、チャンスが。なるほど、一つさんどうするか、中筋を一旦打ってからのっていうところですかね、はい、テンパったらパーピン勝負の構えにしましたね、はい、さあ魚谷もかん、あドラ、ドラはちょっと行きづらいか、行きづらい、仕掛けもいますからね、はい、あやめましたね、うん、ちょっと恨めってるっていうのもちょっと理由ですかね、はい、ウーピンどうだ、うーんリーチには打ちづらい、ウーピンは打ちづらいな、はい、ここはイーソーの統一落とし、まあ打点がね2900だったっていうこともありますか、うーん、あートリアンはもうなくなった、なくなった、これは現状山に上がり牌はなくなりました。あそうですね、今度は前順降りてますからね、そうですね、ウーピンがまだ山にいるんで近藤さんは転敗できるかもしれないですね、そうですね、いや一つにももう一回飛車点、これは現物、どうするか、粘るかどうかですけど、はい、ここは現物です、うん、うーん、テンパイできず、一人テンパイですか、はい、さあこれが敗定となります、中田の一人テンパイ、曲は進みます、トン3曲一本場、ドラは白です、こちら本日の、唯一の M リーガーセガサミーフェニックス魚谷、魚谷は M リーグでのね調子もというか最初トップを取れて、うん、開幕戦でね、はい、トップを飾りましたよね、そうですね、昨年のリベンジを果たすというふうに開幕前は言っていた魚谷がこのフォーカス M でもどういった麻雀を見せてくれるのか、こちらは魚谷、うん、なかなかいいですね、はい、ハイパイはまずまずといったところでしょうか、一
一つは自家製のナンが統一、うん、ただ2枚ともスルーしましたね。はい、はい、一つは結構仕掛けも多彩なイメージだったんですけれども、手配とまだ見合ってないってことですかね。なんなかなかちょっと動きづらかったんですよね、うんうんうん、9万は後から重なってるん で、 そうです、ね、ポンで頭なくなっちゃうのちょっと嫌いましたかね、はい、さあローワンを重ねた、ここは選択ですがつもぎり、うんうん、さあこれは嬉しい数層あんこ、なんか割とまだおとなしめな立ち上がりですよ ね、うん、そうですね、バチバチ感はまだ出てないですね、全く出てないですね、はい、パーソーはつもぎった、へえ、これは今度はパーソーつもぎ、ちょっと面白かったですね、うそうですね、あの縦をやっぱりかなり強く見てるってことですよね。パワー1のジャン等もあるのでパーソー残す手もあるかなと。シャアはちなみに安牌なんですよね、近藤さんの、はいはいはい、まあ、先手取られるとこの配置じゃちょっと受けが効かないってことです。安牌は持ちつつ、はい、でドラのない手なんで、あ、なるほど、統一手になれば前出ますよっていう感じですかね。さあドラを話していたのは親番の魚谷、うん、はい、さあ一つもこのドラ打ちを見てちょっとモータのリズムがスローになった気がします。さあ中田は合わせる形、まあ、公式ルールと違って、はい、ファンパイの、ね、ドラもイーシャンテンぐらいで結構このルールなら切られることが多いんで、ここでイーシャンテンで、あ、からテンパイです。6球走待ち、はい、いや動いていった、タンヤオですかね。そうですね、なんなんと安全に何なんといけるってことでチーしてイーシャンテンにしました、はい、今一発も消えますしね、一発ラドラありですからね、はい、さあこの6球層ですが、球層がまだ山に1枚ありますね。ローソーは山に2枚と、まずまずといったところですかね。うん、このドラが切られても赤があるかもしれないから迂闊に飛び込めないですよね。詳細な球層引きましたね、はい、さあリーチピン普通も裏が乗りましたね。2600は2700オールになります、はい、これは嬉しいつま上がり。さあまずは大谷も親番で上がりをものにしました。トン3局日本馬に移ります。ドラは3ピン、ハイパイはこちらです。シャーペイトイツ、チュントイツは中田です。あ、ドラドラ赤はこれは高ハイパイ、もう高ハイ点ですね。超高ハイパイでいいですね。はい。でもちょっとひねってますよ。ひねりましたね。8万ですかね。はい。両冠を壊していって想像を伸ばしていこうということか。そうですね。想像の光景は。生かしたいね、あ、両面にした。しかし単野は消えて、単野で、ね、仕掛けたい手ではあるんで嫌なんですね。この2層はちょっと微妙ですね。うん、数層だったら手に残しとくかなって感じでしたかね、はい、いやここら辺も近藤オリジナル、割とこう8万第1弾の8万選ぶときはねそんなに時間使ってないですからね。そうですね、うん、もうスッといきましたよね。慣れてますよね、はい、本当にチーピンやドラが出たらポンはすると、はいはい、うん、あ動きましたね。動きましたね。中田がまずはチュンから動いていきました。1枚目でしたね、はい、ちょっと形はまだ不安定でしたけど、はい、安牌温存ですか、ひとつみさんは、はい、わあスーピンだ、ここはうまくいっている。うわー絶好天敗、
ドライオンですよ。ついさんのチーピンがちょっと危ない。ちょっと危ないですね、うん、もう今も危ないですかね。まだ大丈夫ですか。くっつきは残すんで今はまだ大丈夫なんですけど、はい、上の3色を狙いたい手なんで、はい、うん、パーピンとかキューピンくっつかないと将来出ちゃう。そうですね。これどうするか。目いっぱいなら飛んですか。目いっぱいにした。あ、これでリーチですか。キューピンでリーチ打つかな。はい、うん、いやー来た、本手の近藤のリーチ6キューピン待ち。ですね、山にはドラ1枚しかいなかったので、はい、こっちの方がいいですよね。そうですね。6キューピンがワンサかいますね。キューピン残り3枚山、ローピンも2枚、はい、5山かな、はい、うん、さあしかし中田があっとローピン高めの方だ。裏ドラは1個リーチ単野オツも5個ありますか。ドラが5個ですか。赤赤思うも裏、はい、はい、40008000ですね。でかいでかい、いきなり見せてくれますね。ドラが多すぎて数えるのに時間がかかってしまいました。さあ倍満の上がり、今度さすがの破壊力ですね。破壊力抜群です。さあ曲は進みます。トン4曲、親は一つ、ドラウーワンです。さあ中田今度はハイパイ、これもイーシャンテン、イーシャンテンですね。両面両面両面、魚谷としたら結構ショックですよね。さっき26オール積もったのにすぐ8000返さなきゃいけない。まあ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 一応ね、さっきの大谷さん26オールも絶対無理なんですけど、はい、1日さんがちょっと、まあそうですね、川に落ちてたりしたんですよね、はい、はいはいはい、うん、気分的にはちょっとそんなに良くなかった可能性はありますけどね、うんうん、さあ中田がこちら親番の一つの手はもう悪くはないんですが、まあ、一応イーシャンテンですね、はい、中田の手がもう縦横何でもイーシャンテン。こちら大谷地風のペーガーアンコ、うん、これでいい形になってきている、うん、これ選択ですけど、はい、つもぎりですか。5点3番のターツっていうのはちょっとこのこだわってるように見えるんですけど、リーチですか、はい、リーチですかね。いやまあまあこだわってるというよりかは裏目が少ないのを選んでこうなってますよね、うんうん、一応イーシャンテンなんで、はい、例えば今の3層つもぎりとかも、うんうん、E1 リアマン縦からの組み替えとかがあるんでね、はい、ただこの E は危ないですよ。危ないですね。こうなると危ないですよ。一発も危ない。一発だ。打っちゃうパターンでしたか。はい、ここはリーチ一発。裏がないですね。2600の上がりになります。うん、この表情一つでいい、うん。ちょっとがっくりしてますね。うん、さあ難入です。1回戦は難入難一局。親番は中田ドラチーピンです。まずトンバは、まあ、近藤の倍満あったりというところなんですけど、結構おとなしめな、こうなんかぶつかり合うっていう感じはあんまり見れなかったんですけど。確かにそうですね。どうご覧になりました。まあどうもこうもまだあんまないですけど、まだあんまないですけど。はい。そうですね。だからその中盤のね、うん、あのまで行ったらやっぱりこう、はい、なんだろうな、選手のこう特徴が見えたりするじゃないですか。それとかまだちょっとこう見られてないっていうところはありますけど、うんうん、調子が良さそうなのは近藤かなっていう印象は、まあ、倍満上がったら調子悪いわけないですよ ね、 そうですね。すごいなんかメリハリがあって、ああしかし大谷これいいですね。これ一気に本一ですね。一気に本一、しかも役牌2つ統一ですからね、うん、もう一人いるんですよここに。ここも本位、そうなんですよ、薬杯2組、薬杯2つ、はい、初はこれはもちもちですね。初はもちもち、そうですね、はいはい、さあとなると中田は苦しいが、一応2面積できましたこれで、はい、いやマンズが寄ってくる。
ハーピンの統一落とし、うん、一応1、2、3残してますね、はい、一つ井さんは。さあこれで大谷手牌が自牌と総図だけになりましたね。うん、あ動きましたね。乾燥ポン、うん、ここはもうさばきで OK、 さばきで OK、 このナン動きますね、はい、大谷さん、はい、泣いてイーシャンテン。さあ数層はすもぎっていきます。トーンを重ねた、あれトーンもちもちになっちゃった。そうですね、そうなるとこれ大谷の役牌は、まあトーンは役牌ではないんですが、はい、自牌が両方もちもちになっちゃいましたね。あとこれ天牌までというところですかね。打ち出されない限り、打ち出されない限り、打ち出されなそうですしね。中田本一行きましたからね。打ち出されないですね、はい、なんと辻さんイーシャンテン、チャンス、自牌を一個持っていない一つでチャンスですね。チャンスですねどっち先に裁くですね、はい、うん、ああ天敗だ。あこれで中さんにねチュンが余ってる状況なんで、そうなんですよね、はい、中さんはちょっと厳しい。あでもここ天敗、天敗だ。6球層リーチに行くとなるとどうだ。6球層すごいいます、はい、7山誰も持ってないもん。持ってないですね、はい。一方近藤さんの町は山にはチュン1枚だけ、はい、うわ一発だ。さあこれ近藤どうするか、行くか一発で。うーんこの表情、小型のリーチ。いやーしかし3万だ、うん、ここはもうアンテナビンビンですね。まあもちろん球速打てない範囲ですけど、すごいな、地味にすごい。こういうのはね勉強になります。受け方もねいろいろあるじゃないですか。そうなんですよ、自敗で粘るとかしちゃうパターンもあるけど、相当打たないってことですよね、球速は。そうですよね、抜いてやめてますからね。さあとはいえ6球速強いですね。お強い、まだいっぱいいます。チュンぐらい、ローピンぐらい、9ピン通してるので中筋のローピン。うわこれ白初チュン統一だった。白はね安牌ですね。そうですね、6球層まだ6枚いますからね、はい、さあうわあ万増しをする。これでイーシャンテン、はい、関数万6球万チュンぐらいいくんじゃないですか。近藤さんが回ったの見えてれば、まあ、大谷さんもいますけど、一旦 E1 ですか、現物 E1、 一旦 E1、 なるほど。これで中津さんにも上がり目出てきましたね。出てきましたね。難は大谷さんドラキャッチしちゃってるんですね。そうですね、さすがにいかないですかね。テンパれば行く構えだと思うんですけど、うん、嘘、嘘、嫌ですね。嘘は嫌だな。数層が早くてパー層が通ってるんだけど、あやめた中さん。嘘はこれは魚谷の仕掛けも見えてるっていうのもあるんですかね。あやめた。あっと軽装積もった。リーチピンフツも裏1、うん、326、はい、1300-2600の上がりです。さあ一つも上がりをものにしました。曲は済みます。何二曲ドラは三層です。やっぱラス目のリーチっていうのは大きかったですかね、うんうん、あるんですかね。打ちたくない、打ちたくない、うん、なんでラス目のリーチには打ちたくないんですか。自分がラスになっちゃうからですよダントツトップ目で、まあ、まあ近藤さんはね、はい、またちょっと意味合いは違いますけど、はい、近藤さんはもともと親を落としに行った側面があったん で、ね、他の小型が行ってくれるならじゃあ自分は無理する必要ないってことですよね。なるほど。さあ一ついいドラドラ赤のチャンスで、ただ手配的にはまだまだスピード感はちょっと足りないか、うん、そして中田がチートイツのイーシャンテン。あ本当だ、あ、うわーボーン
ローワンポン、中ドラってチュンがアンコと、はい、あ動いた、うわ動いた、チートイの医者のところ動いた、これはどうですか、あるあるですか、ね、チートイツとトイトイのこう分岐みたいな人それぞれあると思うんですけど、はいはいはい、今回中津さんの場合は端に寄ってるとか自敗が2組と、はいはい、あとまあ割比較的端のリャンマンということで、はいはいはい、トイトイにする価値はありますよね、うんうんうん、でドラがない手なんで、うんうんうん、チートイツのみよりも役牌絡めたトイトイの方が、はい、こう打点も、うん、牽制にもなるっていうのはもちろんありますよね。あ、なるほど、ここら辺はね、あの視聴者の方々もね、あのトイトイとチートイの分岐点なんかってね、うん、悩むところ多々あるかと思うんですけど、まあ、本当に選手によってかなり変わってくるし、うん、このルールだからっていうのももちろんあると思うんですよね。そうですよね、昔自敗のその絞りというんですか、はい、それが 甘めになるっていうのはもちろんありますね、はいはい、藤島プロだったらこれパーマン泣いてます、泣くことは結構こうありますけどね、さあハクも泣けましたよ、あでも近藤さんもテンパりましたね、そう旬赤ドラ、あ大谷も手が進む、いいシャンテン、いやこれは中田一気にテンパイだ、リャンワンと数層のシャンポン、これですよね、ただ一番やっぱり泣きやすい方から泣けたんで、はい、残ってるのが中チャンパイのシャンパイなん で、ね、このままこうなんだろう守れない状態が、そうですね、怖いですよね、これもうリーチリーチってきたら怖いですよね、実際ね親の近藤さんに両面テンパイ入っちゃってるっていうのもあるし、はい、まあ、リーチ来られてもあとは 全突破するしかないみたいなとこはちょっとあるんで、当然ね切ってきてる人も手が進んでるから切ってるわけですからね、そうですね、そう考えるとあっと積もったのは今度、うん、積もるとテンパネですか、はい、ニロコール、ここはチューン赤ドラ2600オールの上がり、いやここは今度自在ですね、自在だし充実感というんですかなんか感じますね、うん、さあ今度連チャンに成功、何二曲一本場、ドラはウーピンです、ハイパイはこちら、メンツこそありませんがなんかまとまりそうな雰囲気が近藤にはあります。さあそして魚谷も悪くないですね、2メンツ完成、モルチの3色がありますか、はい、さあ中田はちょっと苦しいか、さあ48700点まで得点を伸ばして一歩抜け出したと見ていいですか、いやそうですね、はい、下がねこう同じぐらいの点数なん で、ね、残り3社はねこうなると多分2着に照準を合わせ始める感じにはなりますけど ね、やっぱ抜け出すと有利感は結構ありますよね、大谷、はい、さんいいシャンテンになりましたね、はい、オロチが決まるかも、5万が3山なんですよね現状ね、さあ横に伸ばすか、選択急走は切っているので、あーしかしここはストレートに、うん、急走切っちゃってるのが大きかったですね、はい、そうじゃなければ9万9万とかもありましたけど、ね、はいはいはい、1回リアンシャンテン戻す手はありましたけど、うんうん、さあどうでしょう、大谷の手が美しい手に仕上がりそう、親番の近藤は何がこれ統一になってるんですね、さあこれはリーチに行きますね、赤ドラあれば十分ですかね、9万ペイは山にいます、はい、9万も1枚山かな、差し子の3色イーシャンテンは1つ、いいう1枚切れのシャンポンが残りは山ですか、大谷さんのシャンポンは、うんうん、中田近藤は何を落としていく、うん、ローアンが出た、うん、さあ一つがぶつけていきそう、
な雰囲気ですが、うん、近藤さんも余裕の折りですね。余裕の折りですね。余裕の折りです。はい。あっと積もった。ここは魚谷リーチつも赤ドラ裏2004戦は2100、4100の上がりになります。さあ魚谷も満貫で単独2着に浮上しました。ね、うん、そして迎える親番です。南三局ドラは数走リーハイをして第一積もは数ワン。2走からチュントイツは一つい。おチュンがもちもちか。いいですね、はい、今のもね、このルール特有の漫画ですものね。そうですね、公式だとね、あの測りには行きづらい手だし、そうですね、嫌ですね、うん、なんか役割にしたくなりますもん ね、公式ルールだと。さあ中田はいいんじゃないですか。それでも一番親の大谷さんが良さそうには見えますね。ネットは天産品あたりか。ここはね、チュンがもちもちなのが結構、そうですね、この曲はポイントですよね、うん、これで多分猶予ができそうなんで、はい、親の大谷さんチャンスかなと。さあどうか。なんか近藤はメリハリがあるというかゆったりしてますよね。そう、うん、見えるのは僕だけですか。いやいや、そうですよ、なんか余裕がありますよね。なんか進めていかなくても勝手に行く時になったら進むみたいな感じ、ね、これ2万やっぱローピンから行けますもんね。行ける余裕があるんでしょうね。大谷さんいいシャンテン、いいシャンテン。さあこれは急走を切って両冠にするのか、選択ですね。はい、うん、ゴロチがね強く見えますけど、はい、さあテンパイですね。ローソーパーソーのテンパイは中田、役なしのテンパイ取りましたか。はい、うん、両ピン三数ピンってターツ払いだったんですね。そうですね、手代わり待ちとドライチありますけど、はい、まあ、ウーソーあたりできれば赤が、うん、あこれどうするか、一回外しますか。パーソーがね一枚切れなんで外すはありですね。はい、帰ってきた三走六切って外しますか。うん、あ切りますか。あ切りますか、まあ、持ってたくないっていうのもありますかね。なるほど、ドラ表示自分の目から全部見えましたからね。はい、あドラだ。これは一回リアンシャンテン戻しましたか。はい、一つ井さんいいシャンテン。はい、これも八万を切っちゃってるので外せず。中田はソーズ周り、そうですね、ウーソーかチーソー持ってきたいぐらいですか。おっといいシャンテン復活ですね。復活、ちょっとなんか他の手代わりがだいぶ振り点が残っちゃいそうですよね。中田はどういうことかな。想像周り以外はもうだから仮点組んでるから想像の手代わりしかもうないじゃないですか。ないですね、はい、だから一番欲しいのは嘘の状況ですよね。一回、うん、これは選択、景色は悪くないですか。ベンチ層でリーチ打つ手もあります、うん、さあ大谷が来てますよ、うん、いっぱいしましたね。もう仕掛けもありますかね。当然仕掛けますね。これは3万数万のポンテン、はい、サブローソーも薄いので、はい、もし出た場合はチーテン取るとは思いますけど、うんうんうん、ただね上茶がね近藤さんなんで、そうなんですよ、チーはさせてもらえなそうかな、うん、おーこれは嬉しい。これはいきますか。関ローソー、はい、ドライチ闇天、まあオロチの手代わりとシャンポン手代わりを待つ形ですか、はい、3万とこれを切るとポンテン入ります。大谷さんに
切りそうですよね。ゴロッチですもんね、手が入ってほしいの。リーチかどうか考えてるかと思いますね。あ、なるほど。しないならつもぎり、はい、うん、ポンテン入りました。これで大谷もサブローソーの天敗、うん、ローソーが1枚かな。ローソー、こっちもローソーだけど、両面にカールが振り点、ここもローソーでした。そういえばここもローソー、全員ローソーを巡る争いになってますね、はい、パーソーは今打たれてしまったんですね、中田。あ、パーソー打たれた、確かに。あ、ドラドラ3本に変えた。スーマン、スーソー、スーマン、スーマンがもうないですね。スーソーは1枚、ドラは1枚いるんじゃないかな。そうです、スーソー1枚です、うん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 、さあこの選択がどうか。いやー、スーソーはここに来ました。ここに来た。しかもテンパってる、サブローソー。これウーマン切る、切りましたね。なんかマンズ安くて心配だけど打ちやすそうでしたよね、はい、そうですね、割とウーマン今通った、うん、手から切りますね、はい、赤とチェンジ。ローソー3人欲しい状態、はい、まさかまさかな、ね、ちょっとありそうでしたね。ありそうです、ね、最後に追いついた近藤さんが上がるはちょっとイメージしましたけど、さあここは4社転敗と全転敗でしたね、なって流局です。大谷は親番の連チャンに成功。南三局一本場、ドラはまたしてもスーソー。ペイトイツ、いや一ついいじゃないですか。ここいいですね。近藤は国士か、国士、余裕の国士ですね。余裕の国士ですよね、はい。近藤は 1,2,3,4,5,6 なんか10種類ぐらいありますね、うん、何枚あるかな。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 リャンシャンテンですね。11種、え、リャンシャンテン、はい、あ違うか、10種11杯かな。10種11杯です、リャンシャンテンです。リャンシャンテン、え、出ちゃうんですか。そんないきなり100万とか初日から、そんなに簡単出ないでしょう。そんなに、あ、安心してください、安心してください、そんなに出ないです。とりあえずペイがないですもんね。2枚ずつこうもちもちですね。分かんないですけど、終盤にね手が変わって打たれるケースもありますけど、単品に移行中にとかね、はいはい、さあちょっと見たい、天敗だけでも。もう一つ井さんがね、うん、いいんで、そうですね、トンが3枚切りになりましたか、うん、これ選択ですけど、つもぎり、はい、つもぎりました。急速つもぎりましたね、はい、ちょっとぼかしましたね。ぼかし系ですね。あ、これで3ピンウィピンになりますか、はい、いいシャンテンです。トンペイ初、あ、マンズ余らせましたね。マンズ名本、うん、チートイツなんかも、いや近藤さんにこんなかわされたら本当にやってる方は怖くてしょうがないんですよ。なんかロンと言われた瞬間、これ本狼チートイツ、一応4トイツ、ああ本狼チートイツ、国士はやめた。へえ、あれなんか切れちゃったのあるのかな。ないよね、切れてないですね。ハツが3枚切れてただけなんだけど、今4枚目が打たれたんで、はい、まあ好判断でしたね、はい、さあ大谷これで6チッパーになったんで、はい、嬉しい。そうですね、流派が4枚見えたことで国士ケアも必要なくなったんで、はい、ペイの統一落としにしましたね。あれあれ、いや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 、赤ウソなんか6チッパナの時に赤ウソは嬉しいような嬉しくないような、まあそうですね、うん、あんまり6キューピンがでも今薄いんですよね、うん、そんなことより、そんなことよりキューピンが4枚目打たれてローピンが2枚切れ、そうなんですよ。
しかし大谷は持ってくるんじゃないですか。中田の手にも1枚ですからね。あと1枚しかないのか。神茶がねトップ目なんでの近藤さんなんで、もうこの辺からはちょっともう下ろしてもらえない感じになってくるんですよね。もう、うん、もう来てますよね、はい、これチーピンパーピンありますか。 ありますね。これでポンテンが効く形に、はい、シフトチェンジですね。シフトチェンジ。さあ一つ井は一つ井も6球ピンが欲しかったんですけど、シャンテンから、はい、動かないですね。一つ井さんもね、ドラ、このドラもあんまりいらないか。そうですね、リーさん、なんかみんな大変そうです。お、イーシャンテンですか。チューンを合わせる。あ、テンパった、テンパった。カンチーワ、チーマン、あれ直前に誰か打ってたからテンパイ。さあ6球ピンは目に見えてない、チーピンは1、チーピンもない。どっちがいいんだろう。リャンマンもないから6球ピンにするしかないですね、はい、そうですね、うん、ローピンがまあ一応1枚ありますね。山に1枚、はい、はい、とはいえですよね。ちょっとこれも選択つもりさん、こうリャンピンがちょっとよく見える、よく見える。リーチまである。ローマンも悪くないですか。あと黙ってん選択ですね、はい。パーピンはない。ピンズダメですね。上はうわテンパったスピン、スピンでスーピン、すいません、スピンスピンはまずいよ。あ、これあんこの牌か。これは当たりじゃない、はい、スーピン6万が、これ今度うわマジか、信じられない。これフリテンだよ。だって手品すごいね。つもチートイツ800、1600は900、1700、うん、すごい。とにかくすごい。あのちゃんとだからやることはやってるんですよね。やることはやってるってことですよ。これは充実感ですよ。ペーチャでやっぱり絞りながら、はい、安全な牌を切りつつ、はい、っていうことですよね。いやこれも近藤スペシャルの一つですよね。充実感ですよ本当に。さあ1回戦はオーラスを迎えます。一つ井の親番ドラはイーソー。いやなんか来そうでしたもんね今スーピン積もりそう。いやちょっとフリテンだからさすがに来そうとか思わなかったけど、拾うの忘れちゃったけど、いやースッピンとか言っちゃいましたね。スッピンとか言ってたもんね。大変失礼しました。スーピンですね。すげー。さあ一つドラドラのチャンスで、はい、いいシャンテンですよ、はい、目いっぱいならドラが、そうですね、リャンカンとカンちゃんのいいシャンテンに受けるか。うーん、ドラ切りますか。柔らかくいくならどれですか。公式、いやドラ切りますよこれは。どんな時もいや公式だとちょっと難しいですけど、うん、このね展望状況だったら、そうですね、まずリーチって言いたいですね。一つは大谷は何も重ねた。さあどう、このまま9ピンが1枚切れでしたね、はい、さあ一つ い, い、うん、先にリーチって言いたいですよね。そうですよね。中田さんはマンツモなら2着浮上なんで、はい、タイヤオと赤で、うん、一応マンツモを狙うはずですかね、はい。横谷は2着で、うん、2着キープでいいんで、2枚、あ、でも何が2枚切れてるのかな。そうですね、1巡目にもう切られてしまって、うん、その後重なったなんですね。できればマンズとか伸ばしていきたい感じなんですかね。これで両面両冠になりましたか、はい、嬉しい。いつもさ中田もいいシャンテン、いいシャンテン。サブローその二度受けですか。さあこれどうしましょう。これリーチもあるけどね。タイヤをリーチしますか。どっちでもいいんだけどねリーチなら、はい、はい、ここは
単3走でリーチに行きます。積もれば2着浮上。さあリーチを受けて現在トップ目の近藤、降りる分には比較的問題なさそうでしょうか。パワーウンチ、さあ難を切っていく。さあ一つ言えば両面に変わったが、両間両面のままにするか、9万よく見えるから3万押すし、押しますかね、はい、押しましたね。あ、一巡待てばウッパー層になってましたけど、筋の3層になった。枚数のは実はあんまり大差ないですね、うん、3層2枚、ウッパー層がもうあんまりいないかったん で、 そうです、ね、これはまあドラ切った後にロー層が通るとちょっとペン3層って盲点になりますか。あ、若干なりますね。換算なりますなりますなりますよね。まあ1000円やっぱ言いそうなんで、はい、あの使えなかったんだよっていう風に見えますね。安全には見えませんけど、うん、比較的。ああ追いついた。これで6球安で追いつきましたよ。戦う一つリーチ。9万2枚山。はい。ローアンは6万いないですね。ないですね。2対2。2対2。さあ一つ今上がりたい、みんな上がりたい。もっと吐く。赤気持ち悪い。うん、大谷もここは見守るしかなさそう。あっと9万を積もった。一つリーチピン、ああ裏リーチピン普通もドラさん6000オール。ここは一つ井が親の羽マンをつま上がり、これで一気にトップまで見える位置まで浮上してきたんじゃないですか。そうですね、はい、1万点弱。これがねフォーカス M あるんですよね。一撃ですからね。そうですね、3万点あったリードがもうここまで縮まってしまうのがこのフォーカス M。 さあ一つ今の上がりで勢いに乗りたいところ。一本場でドラは両走です。今のもねこうラス目の親なんで後がない状況だったのがもう幸いして、はい、うん、もう満足押すしかないですからね、あれ3万円ね、はい、まあでもよく押しましたよね、うん。さあ今度はちょっともう見てられない感じになってきましたか。まあとはいえねそんなにだから、はい、ドラドラ、おっとこれは動いていけるか。トイトイとかもありますか。トイトイチートイハーピンが、ハーピンは1枚切れてるだけで、あとはそうですね、バニア切れてないと、はい、手配に入ってるので、まあこれでどうしますか。選択メンツテオアトイツテ。9ピンが2枚切れ、9層1枚切れ、パーピン1枚切れ、やっぱトイツテですか。結構トイツテ強く見てますね、うん、微妙ですけどね。イーシャンテンとかだったらちょっと別なんですけど、うん、まだねこれだとリアンシャンテンなんで動ける方をこうメリットとしましたかね、うんうんうん、はいはい、うん。さあ中田は両面が増えてきた。さあチーソーは嬉しいつも、うん、近藤さんもこれは上がりにきそうですね。そうですね。さあ大谷も数層が入って一歩前進。いいシャンテンですね。はい、スチマの二度計にしましたか。はい、ピャンピャンコ選択ですね。どうしましょうか。どうしましょうかね。急走1枚切れ、圧がアンコったりしたら採用って感じですかね。もしくはワンツモで一応ラス抜けなんですね。そうですね、一本場あるんでね。はい、まあいろいろありましたね。うん、おお、なんかもういいですね。今度超十分系になりましたね、はい。これは行きますね、近藤は。仕掛けもありますね。
まあ、当然ローピンはチーしますよね、近藤さんの手はね、はい、ひとついさんもチーといのイーシャンテンなんですけど、関連牌が出たらポンはありますよね、ポンしてイーシャンテンはね。おっと大谷、これは理想の変化、うん、そうですね、あ、これでツモスイーシャンテン、ツモスイーシャンテン、さあみんなイーシャンテン、わあ天敗チーソー、ね、これは強そうに見える。これでパーピンが出なくなりましたからね、はい、ドラ1枚だけのドラ1枚だけのポンテン、どうだ、さすがにスッチソの方が強そうだけど、強そうですけど1,2,3 そうでもないんですよね。あ、テンパイ取らず、あー強そうだ、ここは近藤の上がりになる、単品ドライチ3900は4200の上がりとなって、はい、1回戦が終了です。1回戦トップから近藤、ひとつい、魚谷、中田の並びで終了しております。はい、続いて2回戦です。